映画の一支委員大和邸でゲルダに箸の使い方を教える講師。新しき土は1937年公開の日独合作映画。ドイツ語版のタイトルはダイトホターデサムライである。海外留学から帰国した青年を主人公に彼と対立する家族や言い名付けの葛藤、彼らを包む日本の地理や文化をドイツ人であるゲルダ・シュトルムの視点から描いた作品である。 新しき土とは満州のことを指しており、唐突ならストシーンも日本の満州進出を懸念するものになっている。一方でこの映画の制作背景には日本とドイツの政治的、軍事的接近の目論みがあった。ナチス党の人種主義では有色人種をよく思っていなかったため、ドイツ側は日本のイメージを持ち上げることで同盟の正当性を主張しようとしたのである。折しも、 日独合作映画を企画していたかは、北長政とアーノルド・ファンクに、ドイツ政府が働きかけた結果、この映画の制作となった。1936年2月8日の撮影隊の、訪日には、日独軍事協定締結交渉の秘密使命を、大したフリードリヒ・ハックが同行。同年11月25日に、日独防共協定が締結に至った。 1937年3月23日に公開されたドイツでは国民啓蒙宣伝省の通達によりヨーゼフ・ゲッペルスとアドルフ・ヒトラーが自ら検閲して最終許可を与えたことが大々的に報じられた。ただし、ゲッペルスは日記で日本の生活や考え方を知るのに良いと評価する一方で我慢できないほど長いと不満を述べている。 2012年4月7日より75年ぶりに全国でリバイバル上映された。ドイツの山岳映画の巨匠アーノルト・ファンクと日本の伊丹万作の共同監督で制作が計画されたが、文化的背景の違いから両監督の対立となり、同タイトルでファンク版と伊丹版の2本のフィルムが撮影された。監督以外のキャストスタッフも豪華で国民的人気のあった。 原節子や日本を代表する国際スター早川摂州、スタッフでは撮影協力に、つぶらや英治、音楽に山田耕作が名を連ねている。現在、一般的に流通しているのは評価の高いファンク版の方である。作中においては、山岳映画の監督らしく、日本の山々の美しい景色が映されている。一方で、東京市街を阪神電車が走っていたり、 夜景のシーンは、東京と大阪の夜景が混ざっていたり、秀子の勤め先が大阪の大阪宝石だったり、講師の家の裏が五福島神社であるなど、地理感覚に乏しいシーンも多い。なお、現在は廃線となった、あたご山鉄道が映っており貴重な記録となっている。ドイツに留学していたエリート青年テルオは、恋人であり記者でもあるゲルダを引き連れて、日本に帰国する。 しかし、テルオには、巨根の講師がいた。講師や岐阜である岩は彼を温かく迎えるが、西洋文明に光ったテルオは講師に愛情を向けるどころか、巨根を古い慣習として、婚約を解消しようとする。そうした、テルオの姿勢を非難するゲルダ絶望した講師は、花嫁衣装を手に、浅間山に身を投げようとする。後日彼女は、 西洋人風の体育と要望を持った女優として日本で神話化されるが、ここではオリエンタリストとしてのファンクの夢を従前に叶えてくれる典型的日本女性として出現した。日本人はその後も彼女をめぐるこの映像の矛盾に付き合わされることになった。ともあれ、原節子はファシストの美少女として30年代後半から戦時中にかけて大きな活躍をした。 ありがとうございます。